こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、メイク直しについての動画になるんですけれども、まず皆さん私のこの状態を見ていただきたいのですが、メイクしてからね、今12時間経った状態で、特に何もお直しとかをしていない状態になります。結構肌がテカッとギトッとしていたりだとか、鼻横の赤みだったり、顎のプツプツがちょっと目立ってきていたり、唇ももうリップの色はほとんど残っていなくて、ちょっとかさついてきているような状態で、アイメイクも少し寂しいような印象、ちょっとお疲れ感が出てきたりしてますよね。そもそも崩したくないっていう前提で気合い入れてメイクするんですけど、やっぱりメイク直しも私すごくこだわりがあって、今日はですね、そんなこだわりの中から選んだメイク直しアイテムを紹介しながら、実際メイク直しをしていきたいと思っています。今回のポイントで言うと、ベースのお直しってやっぱみんな永遠の課題だと思うので、ベースのお直しだったりとか、お直しの時のチークの使い方だったり、自分のパーツと顔全体のお疲れ感のギャップ埋めみたいなところもちょっと面白い話ね、していけたらなというふうに思っています。ぜひぜひね、最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速いきましょう。はい、でそしたら、まず皆さんお直しの時、一番最初に直す部分ってやっぱりベースからだと思うんですよね。ベース土台をまずある程度綺麗な状態に、フラットな状態にしてから、上のパーツのお直しに行くと綺麗に仕上がるので、今日は私が実際リアルにメイク直しをしている順番でやっていこうと思います。まずね、一番初めに使うのはこちらです。これちょっとサイズ感見てほしいんだけれども、手のひらにこんな感じで入るぐらいのコンパクトさ。これはね、フジコから新しく出たベースメイクのお直し専用パクトなんですけど、本当にね、メイクの上から馴染みがよくってびっくりしたアイテムです。これを最近ベースメイクのお直しでは本当によく使っていて、開けてみるとこんな感じで、小回り抜群の超コンパクトサイズのね、これ藤子さんはね、テクニシャンパフっていう風に呼んでるんだけど、お直しの時に小鼻周りだったりとか、境目にね、こうちょんちょんって馴染むように、小回りが効くようにちっちゃいブラシにしてあるんだよね。開けてみるとこんな感じのバームタイプになってます。このね、バームが水分量 45% で12種類のスキンケア配合になってるから、結構ね、潤い感たっぷりで、自然なツヤとカバー力でお肌がね、こう元気に見えてくるようなパクトになってるんだよね。で、実際ちょっと使っていきたいと思います。私はもうお直しの時はさっととりあえず髪を避けましてですね、こんな感じですっきりした状態でやっていきます。ここに鏡がついてるから、お直しも私はね、今日はここの鏡を見ながらやっていこうと思います。これがちょっとテクスチャー見てほしいかも。こんな感じでね、スルスルスルっとクリーミーな感じなんですよ。で、じゃあ実際使ってみたいと思います。まずは目の下のクマとかだよね。目の下のクマって結構さ、この上からコンシーラーとかをのせるとちょっとごわついちゃうしっていう部分だと思うんですけど、ちょっとこんな感じでのせていきます。で、このね、ほんとテクニシャンパフ、お直しの時に境目なくなじむようなパフっていうのがかなり便利です。なんかさ、よくメイク直しとかする時とか、コンシーラーとかクッションファンで上からなじませる時に、なんか馴染んでなくて最後指でこうやってなじませること皆さんありませんか？なんかそれがこれでできるっていうような印象です。ちょっと半分だけ直していくんだけど、取ってる量は本当にこのくらいです。で、本当にね、びっくりしたのが、かなりこう馴染みがよくって、メイク直しとかでちょっとよれちゃってる部分は乳液でこう落としてとか、下地でこう落としてから上からファンデーションを塗ると、やっぱりちょっと手間はかかるけど綺麗にお直しできるよねっていうようなものあるじゃないですか。全部これでそれがね、できるっていう風に感じたかな。それがびっくりだった。やっぱこの水分量と、あとはこう馴染みのいいバームタイプっていうことで、多分こう化粧に馴染む程度の絶妙な配合で、若干油分だったりとかも配合されてると思うんだけれども、そうすることによって、なんだろう、ほらこういうさ、眉周りのところだったり、こめかみのちょっとそげちゃったところだったり、かなり綺麗に馴染んでるの分かるかな。保湿しながら朝のツヤ肌に戻せるっていうような感じなんだよね。こっちの目の下のげっそり感とか、ちょっと小鼻横のここら辺の赤みとかね、あると思うんだけど、こっち側は結構綺麗にカバーされてると思います。反対側も直していくね。で、これ持ってれば個人的には本当にコンシーラーとか不要だなっていう風に思います。いわゆるこうお直しの時に、私前からお直しの質問とかあった時、ちょっとカバー力高めの馴染みのいいクッションファンデを、もうファンデ兼コンシーラー代わりに持ち歩くと、一番こうスキルなくある程度綺麗にお直しすることが
ができますよっていう風におすすめしてたんだけど、それがこれって感じで、やっぱりね、お直しの時って大胆にのせすぎちゃうとちょっともっさりしちゃったり失敗しちゃったりするから、このパフが本当にすっごいちょうどいいの。このツヤを見ると毛穴が気になる方とか、ちょっと使い勝手というか仕上がりどうなんだろうって思う方もいると思うんだけど、個人的には毛穴もね結構綺麗にカバーされてると思うし、ちょっとお直しの時にこうキュルンキュルンキュルンってこう何クリーンとした動きをさせて、少し上にスライドさせていくような感じで、毛穴が気になるところとかをつけてあげるとかなりいい感じに仕上がります。で、個人的にはこのお直しの時、毛穴とかのなんかプツプツプツっていうのが目立っちゃうような気がしていたんだけど、これに関してはそういうこともね全然なくって、超お気に入りです。私が使っていたのは、01番のライトベージュなんだけれども、全色スウォッチを見せするとこんな感じ。使ってあるが01で、こっちが02です。01、02、こっちが01で、こっちが02です。で、これはね、こう表面実際潤ってるように見えると思うんだけど、潤いを逃さない保護膜を形成してくれるような、処方になっているみたいで、朝のメイクの仕上げとか、そもそもの朝メイクとしても使っても全然大丈夫なアイテムになってます。ベースのごわついた上とかテッカテカした上からでも馴染みがよくって綺麗にスキルなしで仕上がるっていうのが、これねめっちゃ驚いて、サイズも見てもらいたいんですけど、 iPhone と並べるとこんな感じですね。一般的なアイシャドウパレットと比べると、もうアイシャドウパレットとなんなら重ねても同じぐらいのサイズ感で、厚みはこのくらいですね。かなりコンパクトです。なのでこれからの時期、やっぱりベースメイクのお直しってすごく難しくなってくると思うので、とりあえずこれ本当にいいと思う、超おすすめです。そしてフェイスパウダーはこちら、コーセーのメイクキープパウダーです。先ほどのフジコのパクトよりも、まあ一回り大きいぐらいかなと思いますが、かなりパウダーの中でも小さい方なので、ポーチの中にもねすごく入れやすいです。こういう潤い系の、まあ、ベースメイク直しをした時のパウダーって、皆さんちょっとどうしたらいいのかなって悩むと思うんですけど、個人的にはクリアなタイプのルースタイプっていうのがおすすめです。で、これはなんでかっていうと、プレスタイプだとどうしてもこう固まってついてしまいやすかったりですとか、ラベンダー系だったりトーンアップ系のものもいいんですけど、どうしてもこう色がこうねパッと白くなっちゃったり量間違えると、でお直しの時ってそれをやってしまうとちょっとお疲れ感のあるお顔にね逆に見えちゃったりするので、質感を適度に整えてくれるクリアタイプのねアイテムがおすすめです。こんな感じ、ちょっと逆さまにしてコンコンコンとやって、こんな感じちょっとしっかりめに取ったら、ゴニョゴニョゴニョってちょっとここら辺にねなじませちゃいます。で、そして、まあ、小鼻横だったりテカリがまず気になるところにトントントーンと置いていきまして、で目の下だったりちょっと皮膚が薄い部分っていうのは、どうしてもパウダーがちょっとでも固まってついちゃうとゴワッと見えやすいので、余ったものをこう伸ばしていく感じ。でもメイクキープパウダー本当にすごいサラッとしてるでしょ。サラッと薄付きなんですけど、適度にこうツヤを残してくれるような質感。このパウダー自体はツヤではないんですけど、軽めで薄めに塗るだけでサラッとするから、結果、まあ、ツヤが若干内側のジュワッと感がにじんできてる状態でサラサラになってくれるので、こういう風にジュワッと保湿感のあるような潤い感を感じるようなお直しの、まあパクトを使った後に薄膜でサラッと仕上がるような、本当に少量で、サラサラに仕上がるようなパウダーをつけることによって、でハイライトいらずの立体感を逆にお直しの状態で作ることができます。そしたらですね、次は私が普段メイクお直しするときは、次はリップいきます。で、なんでかっていうと、リップを塗ったら顔色がパッと明るくなるじゃないですか。で、それを見たときに、あ、じゃあチーク今の状態でこのくらい塗った方がいいかなっていう風に計算できるんですよね。なのでリップを先に塗っちゃいます。で、私がねこれ結構動画でも一押しで出してたと思うんですけれども、フジコのノールックリップの、ピュアなピンクを使っていきます。これは本当にノールックリップって言われてるだけあって、ノールックで塗ってもすっごく綺麗に仕上がるんです。ちょっとじゃあノールックで塗るこんな感じでパッと
どうですか？ノールックで塗ったけどめちゃめちゃ綺麗に仕上がってません？キュンなピンクは特にメイク直しでパッと顔色が明るく見えるからすごくおすすめです。で、このツヤ感とやっぱりね、あの縦シワ感が夕方になるとどうしても気になってくるときに、このね、すごく美容成分もたっぷり含まれてるんだけど、クリーミーにスルスルスルって滑っていくようなこのテクスチャーが本当に心地よくって、でもなんかすごく油の感じっていうかオイルの感じが強いなって感じるわけでもないので、これはね本当にリップでお直しで最近すごいハマってます。超持ち歩いてる、いろんな色をローテーションして持ち歩いてるって感じで、もう一個私が持ち歩いてるとしたらシャネルのルージュココブルームの150番、ちょっとねこのまろやかなベージュカラー、まあ、こんな感じのね色味なんですけれども、結構どんな服装にも合わせやすいし、なんかコンサバになりたくないんだけどリップ控えめにしたいかもみたいな時に結構これをつけてることが多いので、150番かこのフジコのリップを持ち歩いてるって感じです。最近はね、こんな感じでだいぶいい感じになってきましたね。肌が整ってリップ塗るだけでだいぶいい感じになります。なので時間がない時はここまででもいいと思う。で、まあプラスアルファなんかすごい大事な予定があるとか、この後の予定決めていきたいなみたいな時にここからね使っていくものを紹介していきたいと思いますが、まずはねこれ私の動画でも最近よく出てきていると思いますが、バルクオムのリキッドのアイブロウペンシルです。で、これはねちょっとスウォッチしてみるとこんな感じで淡いこう透け感のあるようなブラウンというかね、グレージュというかね、絶妙なカラーでして、お直しの時に上からアイブロウペンシルとかをこうカカカって描こうとするとちょっと油分で滑ってムラになっちゃったりとか、逆になんか眉毛濃すぎちゃったみたいな現象が起きると思うんですけど、この透け感のあるリキッドがすごくちょうどよくって、しかもねこうピタッと密着してくれるんですけど透け感があるから描きたいとこにはこうしっかりね描き足せて、でもこのリキッドの若干のね透け感というか軽さみたいなものがあるので、絶対こう濃くベチャっとはならないって感じ。これはあの朝のメイクでもすごい愛用してるし、あのこういうお直しのシーンでもすごく使ってます。眉尻消えちゃうみたいな人とかもこれすごい自然に描き足せると思うからおすすめです。で、そしてアイメイクでいくと2つあるんだけれども、各アイゾーンコンシーラーセザンヌのね、でこれで目の下のげっそり感っていうのを少しここでこんな感じでふっくら見せていきます。で、私がこのお直しの目元の下まぶたのお直しですごい大事だなっていう風に思う部分が、あんまりキラッキラすぎるものを選ばないっていうことですね。で、やっぱり夕方になるとみんな適度に疲れてきちゃうわけなので、そこにこうキラキラ感の強いアイシャドウをのせてしまうと、このキラキラの輝きと透けて見える下のクマのね、ギャップですごくげっそり見えちゃったりとか、ラメがやたら白っぽく見えてクマがやたらグレーに見えるみたいな色のコントラストを自らラメで生み出しちゃうような現象が起きてしまうと思うので、こういう涙袋のコンシーラーみたいな密度の濃いもの、もしくはこういうコンシーラーを直しで使うと浮いちゃうんだよねっていう方は、例えばこのケイトのポッピングシルエットシャドウの右下のこういうちょっとだけ密度があってツヤがあるみたいな、ここに装置したんですけど、キラキラのラメ粒ではなくてなんかツヤの密度が濃いとか、まあ、ちょっとソフトマットな感じでパウダーの密度が濃いみたいなものを使ってあげることによって、クマを変に強調させない涙袋とか目の下をね元気に見せるお直しができるかなと思います。そして目元ラストはですね、こちらのアイライナーで、私は目尻のアイライナーがちょっと取れちゃった時には結構これでね引き直したりします。で、なんでかっていうと、私って結構ねパーツが全部丸いの、目とか鼻とか口とか全部丸めなんだよね。でも丸めのパーツでいわゆるちょっとキュート寄りの顔立ちの人が疲れてくると、この何骨格的なとかクマのげっそり感とパーツの可愛いっていう丸さのギャップですっごいなんだろう、アンバランスに老け込んで見えちゃったりすると思うんですよ。なのでそこで私は目尻にちょっとラインをちょんちょんとまあ取れてきちゃった部分足したり、気持ち朝メイクする時よりも少しね足してあげる、こんな感じにして行くと丸目っていうよりもちょっと横長になるから少し大人っぽい目に見えるんだよね。そうすることによって大人っ
ぽいパーツとその骨格のちょっとお疲れ感だったりクマのお疲れ感っていうのは意外とね、なんかこの人ちょっとしっくりこないかもっていうギャップを埋めてくれる印象なんだよね。そういう人はお直しの時に頑張ってこう肌をこう頑張って綺麗に見せるとかもちろん大事なんだけど、パーツのキュートな部分を一箇所でもいいから大人っぽく見せてあげるっていうのはすごい有効なテクニックだと思います。で、一番最後はチーク。チークは、こちらの、セザンヌのホギーローズを使っていきます。で、これも私結構持ち歩いてるんだけど、まずは頬全体にのブラシでのせていきます。ふわふわっとのせていく。夕方お疲れ感が出てきてしまった時には私はクールめに斜めに入れるっていうよりかも、ちょっと可愛い甘めテイストな感じというかふっくらこう見せる要因で少し普段よりも丸めに入れることを意識します。そしてもう一回チークを取って、で眉毛、アイブロウマスカラが時間経つと落ちてきちゃって眉毛の毛が黒っぽく見えてきちゃう時ってありませんか？そこに上からまた眉マスカラ重ねるとなんかすごいごわついちゃったりとか、なんか色がうまく乗らなかったり逆にモサモサした印象になっちゃったりすると思うんですよね。なのでそういう時はこういうチークカラーを少し眉毛の毛の上にこう絡ませてあげる、こんな感じで、これはね、地肌につけるっていうよりかは毛に絡ませてる感じです。なのでこう皮膚にはそんなに触れてないイメージにしてあげると一気に顔色も統一感が出てくるし、ちょっと黒っぽいかもって思った眉毛が一気にねこう明るい印象になってくれるんですよね。こんな感じです。フジコのパクトでお直ししてるベースもなかなかねいい感じでしょう。やっぱ土台綺麗に整ってるとこうチークの発色だったりとかちょっとリップを塗った時アイメイクを直した時にすごく映えてくるんだよね。いい感じです。やっぱり髪の毛とかにも結構ボサボサになってきたりするとお疲れ感が出てきちゃうと思うから、私はセザンヌのこのヘアケアマスカラで少しアホ毛立ってきちゃうところ時間経つとここを少しだけこうね撫でてあげたりして髪の毛のボサボサお疲れ感をなくすっていうのと、あとはこちらのラブクロムの月っていう櫛なんですけど、これはなんか従来のコームの 70% ぐらいの、ダメージ髪を溶かすダメージを軽減してくれるっていう風にあのメーカーのホームページでも歌われているアイテムになっていて、これで結構こう前髪を溶かしてあげたりするとペチャーっとならずに自然に降りてきてくれる感じがするのですごい気に入ってます。でこの後ろの髪もねこんな感じで結構ツヤがこう見えてくるのわかるかな、こんな感じですね。やっぱこの時間にボサボサになってきたからといってヘアオイルをつけるとギトッと見えちゃうじゃないですか。なのでこうちょっと優秀な櫛を持って、毎日使ってあげるっていうのも一つありなのかなっていうふうには思います。はい、こんな感じでお直し完成です。どう？最初のオープニングの時と全然違うでしょ。いい感じです。はい、ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。本日の再リクエスチョンはこちら。皆さんがメイク直しに欠かせないアイテムがあればよろしければコメント欄でたくさん教えてください。ということで本日はですね、藤子さんとのタイアップ動画になりました。このお直しパクトね、ほんとめちゃめちゃ良くて私もかなり驚いたアイテム、あのベースメイク直しですごく悩んでいる方にはぜひ一回使ってもらいたいなっていう風に思うアイテムなので、よろしければこちらね概要欄の方からチェックしてみてください。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。私も顔が元気になってとってもハッピーな気分です。それではバイバーイ。